とか守備入れていますが、そしてこのオフェンス、スピンムーブからのオマラのシュート落ちて、オフェンスリバウンド大阪、オマラ叩き込みました。ニュービルトップでグラウンドスリーポイント、連続に来ました大阪のスリーポイント、素晴らしいゲームスタートだと思います。ここがないという話も試合後記者会見ありましたが、そうですね、今度は中山がスリー、こちらもお返し。長谷川自分でスリーポイント決めました。通算1000得点までこれであと1点です。そうですね、そのカッターに対してのディフェンスもきちんと手を上げてボールを触りに行ってましたよね。はい、ヒット、ここはロングツー、いわゆるセカンドユニットというところも含めた中でどうチーム力を上げていけるか、ここはキャプテン古川のポイントです。ヒット選手のコーナーに出したフリップパスがあったので、はい、次は自分のシュートに切り替えましたね。今度は鈴木がスリーポイント、ニュービル選手のシュートに対してブロックできましたよね。ニュービル空いた、来ました、この距離決めます、さすがのニュービル。長谷川には鈴木がついて、古川上がってきた、空いた、うおー、決めました。鈴木には長谷川厳しくつく、逆コーナー、ブラウンだ、ブラウンダクー、通算4000得点達成は豪快なダンクとなりました。オマラからハンドオフで受けたニュービル、ピックアンドロールから中に入ってブラウンダー、そしてエンドワンとつながりました。ここはピックからオマラ選手がだいぶ秋田が打って外れたボールっていうのをきちんと取りにいっている印象ありますね。速攻値、リバウンド大阪36です。さあオマラのスクープショット、こんな技術もありますオマラ。ここ足の間通してますよね。古川受けてヒット、スクリーンには入らずボールを受けてペイントアタック切り返す、ブラウン誰でいくか大阪、ブラウンニュービルオープンだ、スリーポイント、ここでではないんですよね、はい、ここきちんとシュートコンテストにも行ってますからね。ただ、このブラウン選手のダイブに対して少しワンステップ、古川、スリーポイント、最後は主役ニュービルがキャッチして試合が終わりました。